さあまずはこちらルシーちゃん、はい、ね、さあ真ん中いきましょう、アスカちゃん、はい、さあ最後はのんちゃん、はい、じゃあ今日はこちらの、ね、3頭でね、まあ、はい、それではご挨拶からしていきましょう。さあ3頭揃って皆さんよろしくお願いします。5678、はい、じゃあ次は首の運動、せーの、12345678、12345678、なんかおかしいですね、はい、もう一度いきましょう、右左、アスカちゃん全部逆になってますよ、合わせて後ろ前後ろ前、全然合わせる気ないですね。さあちょっとアスカちゃん笑われてるからしっかりみんなと合わせてね全然合いませんか。じゃあね、次腰の運動です。合わせて、せーの、12345678、その調子、はい、もう一回、はい、いいですね。はい、じゃあね、次はその場で回ります。さあ笛が鳴るまでしっかり回ってね。はい、じゃあどんどんスピード上げていきましょう。はい、もっともっと、余裕がありそうなので、最後の2つは思い切ってこの距離
れでは行きます。よく見てね。1個目、よいしょ、取れました。取りました。さあ、ダイエロお姉さんがとっても上手でしたが、じゃあ今度はね、プールで行きます。泳ぎながらの連続キャッチにね、チャレンジです。はい、さあ、さっきよりも難しくなります。アスカちゃん、難しいけど大丈夫かなり自信があるようです。はい、それではね、早速頑張ってもらいましょう。さあ、皆さん、プールに注目してください。飛んでくる輪は5つあります。それでは、行きましょう。頑張って。さあ、まずは1個目、2個目。さあ、最後は3つ連続。頑張って。よいしょ、取れました。すごい。ね、お姉さんと息を合わせて、ね、かっこよく決めてくれますね。はい。さあ、それでは、じゃあ次はね、気合が入ってるルーシーちゃんに頑張ってもらいます。はい。さあ、ルーシーちゃん、鼻先のバランス感覚、これがとってもすごいんです。はい、さあ、さっきもね、ボール乗せてジャンプしてたんですが、はい、さあ、そんなルーシーちゃんにはもっと不安定なもの乗せてもらいましょう。さあ、それでは早速頑張ってもらいましょう。集中して、よいしょ、はい、乗りました。はい、さあ、そして今日はこのまま歩きます。さあ、太田さんの読みね、さあ、しっかりバランスとってます。その調子で、はい、さあ、のいちゃんとね、あすかちゃんも応援してくれてます。さあ、それではルーシーちゃん、最後にかっこよく決めてもらいましょう。いきます。ルーシーちゃんの決めポーズ、よいしょ、決まりました。はい、お見事ですね。ルーシーちゃん、すごいバランス感覚、ね、逆立ちでポーズを決めてくれますね。はい、さあ、でもね、これで終わりじゃありません。今日はルーシーちゃん、ね、もうちょっとね、頑張ってもらいますね。次はとっておきの技を披露しますね。はい、それではルシーちゃん、次は大技に挑戦します。はい、さあ、この長い棒と、さらにこの上になんとこのボールを乗せて頑張ってもらいます。それではルシーちゃん、大技に挑戦します。さあ、まずは2つ一緒に鼻の上に乗せます。いくよ、よいしょ、はい、乗りました。さあ、しっかりバランスとってますが、皆さん、大技ここからです。一瞬ですので、よく見ててくださいね。いきますよ、よいしょ、はい、大成功です。これはね、一発で決めてくれました。さあ、ルーシーちゃんのバランス感覚はね、とってもすごかったですが、はい、さあ、今度はじゃあ、のいちゃん、あすかちゃんにもね、頑張ってもらいます。はい、さあ、続いてね、3頭で玉入れ競争ね、やってみたいと思います。さあ、早い、のいちゃんがもうね、1個目を入れました。はい、さあ、こっちも1個目入りました。さあ、順調なのはのいちゃんね、2個目。はい、こっちは協力して持ってきてます。さあ、2つ目。さあ、どんどん持ってきます。のいちゃんは冬まです。もうね、3個目を入れました。はい、さあ、ちょっとこっち遅いです。頑張って、やっと3つ目入りました。さあ、そして最後ですね、のいちゃんがすごいスピードで運んで、はい、4つ目も、はい、簡単に決めました。はい、ありがとうございます。というわけでね、これはあっという間に終わってしまいましたね。さあ、のいちゃん、あすかちゃん、どっちもね、上手でしたが、さあ、勝負の結果です。で、のいちゃんが4個、ルシーちゃん、あすかちゃんチーム3個でね、今回はのいちゃんの勝ちです。はーい、のいちゃん、おめでとう。スタート。さあ、始まりました。さっきのね、玉入れ競争よりも難しいです。さあ、みんな集中して頑張ってね。さあ、1回戦、点数を決めるのはどちらでしょうか。よく狙って決まりました。ルーシーちゃんのアタックです。アスカちゃん、ルーシーちゃんチーム、早速1点が入ります。それでは2回戦スタート。さあ、のいちゃん、1投だけど頑張ってね。さあ、アスカちゃん、ルーシーちゃんチームはさっきのリベンジできるんでしょうか。さあ、2回戦、点数を決めるのはのいちゃん。高いブロック決まりました。さあ、ここでのいちゃんにも1点が入ります。それではどんどんいきましょう。バレーボール3回戦スタート。さあ、ここで1対1の同点です。さあ、次、点数を決めるのはどちらでしょうか。さあ、みんな応援してくれてるからね。さあ、アスカちゃん、ここで回転レシーブが決まりました。これはすごい技です。2回目、アスカちゃん、今日は絶好調です。さあ、でもこの勝負、どちらが勝つか分かりません。さあ、みんな落ち着いて頑張って。さあ、よく見て、決まりました。ルーシー
でしたが、バレーボール3回戦でおしまいです、はい、さあ勝負の結果は2対1でリベンジができました。アスカちゃん、ルーシーちゃんチームの勝ちです。はい、おめでとう。さあ今度はね、ナオイちゃんさすがにね勝てませんでしたね。はい、ナオイちゃんも苦しかったようですが、ナオイちゃんも泣かなくていいよ、ほらナオイちゃん、ナオイちゃんかっこよかったよ出ましたね、ナオイちゃんね、ありがとうございます。じゃあ立ち直りが早いですが、ね、じゃあ次ね、頑張っていきましょう。はい、さあそれでは次はみんなが得意な泳ぎの速さをプールで競争してみていきましょう。さあそれではいきます。さあみんな位置について、よーいスタート。さあ一斉にスタートしました。まずは壁折り返して一番速いのはルーシーちゃん、2番アスカちゃん、3番ノイちゃんでした。さあダントツでルーシーちゃん1番でしたね。さあ今回負けちゃったノイちゃん、アスカちゃん、次回ルーシーちゃんに勝てるように頑張ろうね。さあそれではね、今競争で負けてしまったノイちゃん、アスカちゃんには次で2頭揃ってかっこいいところを見せてもらいましょう。さあそれではね、じゃあ2頭にはね豪快にね決めてもらいたいと思います。はい、さあ続いてはノイちゃん、アスカちゃん、ハイジャンプに挑戦です。はい、さあノイちゃん、アスカちゃん頑張りますので、もしこのジャンプかっこよく決まったら皆さん大きな拍手をお願いします。お願いします。はい、さあ拍手の準備大丈夫そうですね。はい、それでは行きましょう。ノイちゃん、アスカちゃん、いってらっしゃーい。セボちゃん、ありがとうございます。はい、ノイちゃん、アスカちゃん豪快なジャンプ決めてくれました。さあかっこいいジャンプ決まったところで、そろそろアシカショー終わりの時間が近づいてきました。はい、さあさて皆さん、今日でマリンペア松島水族館は閉館してしまいます。さあそこでアシカたちから皆さんへ感謝のメッセージがあります。さあ皆さん、こちらの看板に注目してください。さあそれではノイちゃんとルーシーちゃんに頑張ってもらいましょう。さあそれでは皆さん一緒にね、3秒前からカウントダウンお願いします。さあそれではいきますよ、はい、せーの、3、2、1、5回目のアシカのショーはおしまいです。たくさんのご声援ありがとうございます。